平和を知らない年代が増えてる。平和はこんなに国は良かった、こんな平和だった、平和ってこんなだよって言って、30代までの30歳までの人は何それ、変な話だけど、僕は16年間難民キャンプにずっと通ってたんですよ。いろいろやってて、ある時に難民キャンプのもうソ連軍が出ていた後なんですが、年寄りの方たちが集まって、先生お願いがあるんです。何でしょうか。実はソ連軍の時代は我々も戦ったり、若者も戦ったり、その敵を追い出そうという話で戦って国を救おうと思ってた。ソ連軍は出ていた。だから我々は戦う必要はもうないんだよということですが、今この村、あるいはその難民村のところにいる10代後半とか20のぐらいの子どもたちは、まだ武器は置いていかない、まだ戦争に従ってしょうがないんだよと、いくら言っても我々に言うこと聞かないから、ちっちゃい時からあなたが来て見てるし、その信頼されてるので、あなたから言って説得してくれって言われて、で夜食事終わってから、その子どもたちというのか若者たち集めて、私が一生懸命その説得して話をしてみたら、どうも腑に落ちないというのか、こう首かしげたりなんか、で君たちでも言い分あるだろう、どうしたの。そのうちのちょっとリーダー的な存在の子どもが手を挙げて、あの先生に言ってることも、この年に言ってることも分からないではないけど、僕が6歳の時にソ連軍が入ってきて、その時にみんなが立ち上がって国を救うんだよと。でわしの親父が鉄砲を持って敵と戦いに村を出ていく時に、みんな万歳三唱して英雄だよ。父親が亡くなった、2年後にその弟がまた戦争に行こうとしたら、また英雄扱い。今私が同じことをしようとしているのに、なんで親父もおじさんも英雄で、私は叩かれなきゃならんのか、犯人扱いされなきゃならんのか。この子供にとっては戦争しか知らないんです。それが頭に叩き込まれてるから、今さら頭を切り替えることができないんですよ。だって親父も戦いに行くときには英雄扱いされて、おじさんも扱って村人もみんなそれで行って戦ってたのに、私は今から英雄になろうと思って戦いに行くのに、お前はダメだよ、戦いやめるっていうのは意味がわからん。この子どもたちにとっては戦争が当たり前になってるんです。だから平和を説いても、平和って何だったの、じゃあ平和の時に何があったのっていう、その俺が経験したことのない世代がいっぱい増えました。これが実は一番哀れなところなんですよね。でそういうのが、じゃあ国づくりをどうしようかとか、平和の時代にはどうしましょうかっていうのは語っていける人たちが、若者がなかなか減ってきてるわけ。だから次の世代にアメリカのいない、国際支援部隊のいない山田さんは想像できない人たちが増えてるんです。これも一つの大きな問題なんです。でただそこを徐々に少しずつ、その平和になって、平和の良さ、安心感があれば少しずつ人は変わってくるだろうし、でさっき私これの中でもお話しさせていただいたように、いつまでも人のお金で生活するというのは能じゃない。自分が技術身につけて、自分がそれで収入を得て、その収入で食べていくという術が作れれば、誰だってそれのが幸せです。そういうところからやっぱり始めていかないとダメだと思いますし、この今の10年間は何にもそこが進歩がないところが実は一番大きな無駄だったと思います。どうすればいいかというのは、さっきお話しましたように、対話を持って、敵だって、その戦う人だって、アフガニスタンが好きでたまらない、平和にしたい、米軍に出ていて我々なんとかしたいという思いがあるから戦ってるわけだから、その人たちにも
言い分があるだろうし、その言い分も聞いてやって、じゃあこの国をどうしてみたいの、どういうことをやってみたらいいのかということで、お互いに譲るところは譲って、譲れないところはお互いに妥協して、何か国を作らない限りはどうしようもないんです。今米軍が出ていくけど、その後にも我々は残る、あるいは我々の息がかかっている政府がいないと困るということを言われたら、何の解決もならないですよ。だからそういう対話が一番大事なのは、そういうことなんです。実は今回対話のための会議が7月に日本で開かれます。東京で開かれます。これすごい大きく僕期待しています。ただ困ったことに、今日本の議員さんの中でアフガニスタンのことを知る人誰もいないんです。何が起こってるの、確かに戦争起こってる、米軍がいる、どうだこうだという話をしてる人はみんないるだろうけど、我々と同じレベルの知識しか持っていないわ。彼らが議長席に座って、よしお前らはこうせやああせや、我々はこういう手伝いをしますという人が誰もいないんです。まあ、それを思って、さっきもお話ししました2月23日に国会で何人か集めて、あのアフガニスタンの現状今日みたいな話をさせてもらいました。1時間ほどいろんな炎上が集まって、で今度4月4日来週なんだけど、もう1回あの声かけして何人か集めて、そういうまず関心持ってもらうということが今一番大事なので、関心を持ってもらったり今の現状してもらうということから今始めて少しずつやらせていただいてますので、その結果さっきも話しましたように東ティモールとか、あるいはカンボジアでやった日本側の役割というのは、もしアフガニスタンに果たせるようであれば、同じアジアの国としてはすっごい信頼が熱くなるだろうし、日本の今どん底に落ちている国際政治が少しでもみんな評価されるだろうなというように思います。それでよろしいでしょうか。アフガニスタンは日本に取れる野菜果物ほとんど全部取れます。さっきお話ししましたように、移動的に日本の本州と同じ位置にあるから、確かにその内陸だからちょっと乾燥したりとかあるけれども、一応四季があります。日本と同じ時期に春、夏、秋、冬、全く同じようにありますし、だから農業としては適したところでありますが、大きな問題が2つあります。この30年の年代の中で、一つ先ほど話しました地雷がまだ800番とあって、それが農地の中まであったり、あるいは農地のたどり着く道端にあったり、だから農地を耕せないという問題がある。もう一つは大きな環境破壊によって、実は気候そのものが変わって雨が降らなくなってきているというのが事実なんです。そういう2つの情勢から、実は、今農業に携わっている本来の8割の人間というのは本当にやりたくてもできないということで、2割方の人しか農業ができていないというのも実情なんです。でそのところである程度の、食べ物は穀物とかそういうものは取れておりますが、やっぱりちょっと干ばつだったり、あるいはちょっと、冷えすぎて、植物がやられたりするような時には案外結構困ったことになります。ただ時期的に日本みたいに例えばハウス農業というのはなかなかできてないし、そういう技術的には進んでないので、その時期その時期に取れるものは豊富にありますけども、そうじゃない時期はもう何もない、だから輸入に頼るしかないというのもあるけど、実は一つ大きな問題はですね、それは何かというと、復興財源で来ているお金が、さっきお話ししますように全く大きな問題を起こして、ある層がものすごい金持ってて他の人たちは何もないという中で、物価がその金持ってる人たちによってどんどん上がってしまう。すごいインフレで年間倍近く上がってるものが、特に食べ物があるんですが、富裕層にとっては何もそれが問題にならないけれども、貧乏たちにとっては平均
GNI とかあるいは GNP が370台しかない人が年間だよ。それがしっかり食べていくために買えるものはどうしても限られてきているので、それがなかなか生活が困ったり栄養失調状態がものすごい激しいという話をさせてもらったのは、やっぱりこれが十分で栄養を与えられないとか、そういうようなことを生んでしまっているというのは現状なんです。で、地方の隅々まで復興をという訴え方というのはそういう意味なんです。できるだけみんなに食べ物も行き渡り、そして復興が隅々まで地方まで行くと、少しずつみんなは自分で稼げる手段を作ってあげたい。よろしいでしょうか。現実にその一部分はありますが、ちょっと過剰に、いろんなものを書かれているというのはあります。これは何かというと、本題に入る前になぜそういうことを言われるかというと、今政府あるいはそれにいる人たちというのはインターネットを扱える技術があるから、反対派は彼らタリバンとかあるいはそういう人たち反対派はその技術がないから自分のものを言いたくても言えない、載せられない、時におそらくこのことを載ってることすら知らないということもあるかもしれません。まあそういう格差があるのでそれあります。ブルカはアフガニスタンの文化であって、これタリバンが作ったわけではなくて、もう何千年も前、何百年も前からずっとあるので、実はカブールの大学で、カブールというのは首都です。で、首都の中にはもう今はそういう問題はないはずなのに、学校に、教師たちが行くのはみんなブルカかぶるんです。それも習慣だ。だからそれ自体がみんな強制とかそういうものではなくて、で、実はこの写真見ていただくと、この人たちはブルカかぶってないわけですね。これはそういう民族だから。そうするとタリバンはこの民族でブルカを強制することはありえないし、なかった。そういう文化を持っている民族とそうじゃない民族はブルカをかぶる人もかぶらない人もいるから、それも全然違う。だから遊牧民というのは点々いろんなところに行く人たちはブルカなんかかぶってたら大変なことになるし、だからブルカは全く遊牧民はかぶらない。だからタリバン時代も一回もかぶったことない。で、ただし過激なイスラム主義の人たち、まあ、タリバンもその一部分だけど、あるいはタリバンが全部が全部じゃないけれども、そういう人たちもまさに言われるように、その女性は男性と一緒でなければ、外出してはいけない。ただ彼らの理由はその時には、今こんな治安の悪いところに出ていくんだったら何あるか分からんから、必ず男性と一緒に出ないといつ襲われるか何があるか分からないということは言ってたけれども、でもそれは事実なんです、で、学校は宗教学校に変えたのは女性だけじゃなくて男性の学校も変えた。それはもう女性だけじゃない。で、ただ宗教学校に変えたのは変えたけれども、宗教を全部じゃなくて数学とか語学は一緒に全部学んでたので、だから必ずその宗教だけではなかったけれども、で、ある程度プロパガンダというものが大いにありますけれども、でも事実そのものはそういう感じであります。さっきちょっと触れたのは、タリバンは学生たちで、彼ら自身がその政治も経済もほとんど勉強したことのない人たちが中心になって政権を取って、確かに彼らがものすごい国民に人気を持ったのは何かというと、彼がしたことは、一気に武器を全部集めて、武装解除します。そうすると治安が一気に良くなる。だから彼らはその治安を良くするためにはものすごい厳しい手段を選んだということは事実ですし、それが後々になっていろんな形で、変な方向に行ってしまったというのも事実です。で、国際社会が一つ大きな間違いを起こしたのは、タリバンが来た時に、タリバンが武器武装解除してある程度平和にした時に、本来ならば彼らにその政治のとか経済とかそういう教育のなり指導をすればよかったのに、みんなが無視しちゃう。そうするとそこにアルカイダがよし、無知なやつほど使いやすい扱いやすいって言って、金は出すわ、知恵は出すわ、政治力は全部押し込んで、結局は
あの過激な発想というのはアルカイダとともに入ってきた。だから彼ら自身で実はタリバンの中で穏健派というのはいるんです。いたんです。彼らはもう全部排除されました。で、ある意味で逆にアルカイダが中心になっていくために国民をいじめればいじめるほど彼らのところに集めるような形になっちゃって支持を得られるようになっちゃったのが実はそこの結果的に米アメリカの 9.11 事件の発生という形になってしまったことになりますので、まあ、タリバンは全部が一色単で考えるとちょっとそこに誤解を招くということになる。で、穏健派とかあるいは本当にアフガニスタンのために働きたい、あるいは働いてきていた人たちも実はいるわけだから、それとそのアルカイダにくっついているタリバンというのはちょっと差別しなきゃならない。だから今回その対話とか、そういうものでいうのは穏健派を中心に一緒に話し合いしましょう、実は東京に呼びましょうということになっているの で、その辺をみんな一緒にしちゃうと話し合いに全く来ならなくなるということは事実ありますので、ある程度差をつけて過激な人たちは確かにその書いてあるほどのことを多少大げさに書いてあるけれども、そういうこともやってましたことは事実です。わかりました。